タンタラタンタンタタタラな、な、なんかちょっと白くないお城さん。そんなに光やってないよ。全然光やってないのに、あっち向いてホイってわけで皆さん。あっち向いてホイってわけで皆さん、おはようございます。白洲とのサブちゃんです。イエイ。本日はですね、大ヒットソング、あの曲をカバーしたいと思います。お城さんが唯一持っているオリジナルソング、その名もハッピーおねえ物語。2019年末に、あ、わかんない、年明けかなにリリースされて以降、もうほんと大ヒットソングとなって、よう席巻して、ビルボードチャートも1位は取ってないんですけど、席巻してる、すごい曲なんです。それをじゃあ今日は生で歌ってみたいと思います。聴いてください。ハッピーおねえ物語。ねえ、ねえ、ねえ、おねえになってみない。知りたいでしょう、マジカル、オカマファンタシー。ねえ、ねえ、ねえ、おねえになってみない。涙と笑顔でほら、磨くのよ、魂。Yeah! ねえ、お姉になってみない?という、いきなりお姉の押し売りから始まるこの曲。そう。知りたいでしょ?マジカルオカマファンタシー。マジカルオカマファンタシーが何なのか知りたい人は最後まで聞いてってください。サビいきます。ハッピーおねえ物語、オカマの階段駆け上がる。ハッピーおねえ物語、みんなのハートの中にいる。あんた、とっても綺麗よっていうのはみんなが言うところなんで、みんなのハートの中にいるって言ったら、あんたとっても綺麗よって言ってください。いくよ。みんなのハートの中にいる。もうなでしこどっか行っちゃった。そうなんです。マジカルオカマファンタジー。これそれはですね、辛い時、悲しい時、なんか本当に、投げ出したくなった時、心の中のお姉に、ねえねえ、ねえねえ、お姉って言うと、マジカルオカマファンタシーって言って、心の中のお姉がね、もう勇気づけてくれるんですよ、あなたのこと。でもね、このマジカルオカマファンタシーは、実は、ね、ちょっと撮影してるからさ、三脚食べるのだけやめて、なでしこ。マジで三脚食べるのだけやめて。そう、マジカルオカマファンタシーっていうのは、悲しい時だけじゃなくて、とっても幸せな時にも使ってもよくて、あ、もう今日はなんでマジカルオカマファンタシーな一日でしょう、お互いっていう風に使ってもいいですよ、その MOF。奇跡が叶うこの言葉、マジカルオカマファンタシー。七夕にとって変わりたいね。七夕とかさ、なんかメリークリスマスとかじゃなくて、もうなんか誕生日になったらマジカルオカマファンタシーっていうような世界になったらいいなと思ってます。2番いきます。2番あるでしょ。2番あるの。ねえ、ねえ、ねえ、おねえの世界知りたい?話も顔も盛るが勝ち、綺麗にとってねえねえねえおねえになってみたい。ハッピーエンドはお約束、おしらにお任せ。イエー、ハッピーおねえ物語、おかまの階段駆け上がる。ふうふう、ハッピーおねえ物語、みんなのハートの中にいる。ここであんたとっても綺麗よって私が言うかみんなが言うかね。ハッピーおねえ物語、ブスとは呼ばれたくないから、気合い入れて行くわよ、泣くの後でいいでしょう、ミラクル起こすあんたに幸せ運ぶメロディー、マジカルオカマファンタシー、なでしこさんちゃんと聞いてましたか。ブラボーというわけで、マジカルオカマファンタシー MOF、 ファンタジーじゃなくてファンタシーだからね、ファンタシーだからね、マジカルオカマファンタシー。そう、それは夢が叶う言葉、悲しみから救ってくれる言葉、心の中のお姉、ちゃんとみんな済ませてる?心の中にお姉がいないと大変だよ。解決するものも解決しない。泣きたい時に泣いてしまう。あ、泣きたい時は泣いてもいいんだけど、まあ何でもいいんですけど、とりあえず悲しい時はマジカルオカマファンタシーって言ってみて。元気の時もマジカルオカマファンタシーって言ってみて。乾杯の時もマジカルオカマファンタシーって言ってみて。ねえ、なでしこ。というわけで、おしらさんが最近ちょっとマジカルオカマファンタシーソウルを忘れかけていたので、取り戻してみました。何この動画。ちなみに、作曲、トールスさんでございます。作曲、トールスさんで、マジカルオカマファンタシーの歌詞は、そう、みんなから募集したのも入ってるんで、本当にみんなありがとう。
みんなとっても綺麗よ。